何やら面白そうな気がするのでガチャります。気分かよ。こういうのはイベントに乗っかったもん勝ちです。とか言いつつこの子が目当てか。だって可愛いじゃないですか。未だ本命が当たった試しはありませんがやらない手はないです。でもお前このゲームただ強いキャラだけじゃダメなんだろ。スキルはまたの機会に、ダイヤの許す限り引いていきます。紹介を一通り見たら、挑戦しますのでしばしお付き合いを。ラインナップが気になるんだな。ええ、本命は決まれど他のキャラが気になります。多種多様なキャラクターばかりだしな。時代や実在に関係ないところが魅力です。お前としてはどのジャンルが好きなんだ。戦国武将がダントツです。さあ来たるべき時が来ました。10連の後残りのダイヤも使って引きますので浪費です。いつか井筒は確定じゃないがいいのか。その検証も兼ねてますので、さあ願わくばアーサー王をお願いします。難しいと思うぜ。キャラクターの紹介は後で。この方はもしや、かの有名な、まあ後ほど、相変わらず10連は容赦ないね。紹介もなしにどんどん進んでいきます。いいことじゃないか。私は楽しみたいのです。どちら様。見た目じゃ判断できないな。後でゆっくり確認しましょう。10連で超激レア2体。確率は10分の2ですね。あ、ダイヤ1個もらった。まずは10連のキャラ確認をします。あ、間違えた。詳細は長押しだぜ。改めまして。ホームズということはシャーロックですか。他に誰がいるんだよ。兄が出てきます。シャーロックはコカインを常習したり、何でもないのに室内で発砲する悪癖があります。とんでもない奴だな。相棒のワトソンと同居しており彼に迷惑ばかりかけています。ブリトラですか。いろんなゲームに出てきますが基本インドラの宿敵です。罠にはめられたりする純情な子です。この子は残念ながら全く知りません。紹介できねえか。星4ですから成長次第ですね。お次は皆さんお待ちかねのヒーローの出番です。やっぱり花坂じいさんでしたね。彼は愛犬のポチを宿敵意地悪じいさんに惨殺されます。話からすればポチはただの犬じゃないことは確かですね。まあそうなるよな。死してなお意地悪じいさんに復讐する気概、見事です。そういうお話か。あとは被りもありますし流していきましょう。10回やっただけではお目当てには届きませんか。そもそもキャラ多すぎなんだよ。その中から引き当てたかったのですが、世の中うまくいきませんねー。同じもの当てる方が難しそうな気がするんですが。どうしてだ。低いランクのキャラでもたくさんいるわけですし。そうだが、まだこの段階で被り出すのはちょっと。でも合成できるしいいと言えばいいのですが、やっぱり本命が欲しいですねー。簡単に当たったらみんな引くわ。バリエーションが増えて攻略が進みますね。では引き続き1回ずつ引きましょう。あと10個貯まるまで我慢した方がいいと思うんだが。やりたいのです。1回ずつでも星5の超激レアが出ると証明するためにも、私は引いて引き当ててみせる。騒いだって変わらないんだから落ち着け。うおー。どちら様、星5の超激レアだぜ。かわいこちゃんには違いないけど果たして。クリシュナ、確か男だったよな。まあ気分を変えて引きましょう。アーサー王が出たらやめますので出てきてください。変な願掛けだな。出てちょうだい。かぶりました。合成してしまえばいいじゃないか。なんか悲しい。さあ頑張っていきますか。切り替え早いなおい。マリサもリラックスしてよ。わかった。結局何がいいのかわからないので引いて試してでも。かわいこちゃんがいい。皆さんもそう思いますよね。ほらみんな考えは一緒。何やってんだ。いえ何賛同者を募ってました。ロックマン。他人の空にだ。しかしロボって有利だね。なんで。状態異常にやたら強い。さあ次は何が出てくれるのでしょうか。目的忘れるなよ。覚えてますとも。さあ朝王、眠りから覚めるのです。それじゃあ無理なんじゃないかな。
また一人暮らしのおばあさんを焼き殺した兄弟の登場です。もっとソフトに。事実です。この子たちも合成します。ボックス圧迫するからな。うっふたくさん食べて大きくなってね。まだまだ弾ける頑張れ私。目的のものはなかなか出てこないものだな。ナム八幡大菩薩。おいおい。わかりづらいですがこの前引いたチェスのクイーンのコマポーンバージョンです。じいさんだな。ポーンなんだからやがてクイーンに。ならないから安心しろ。もうお年ですし成長はないですか。さあ次こそ出てください。さあその剣を抜くのです。抜く本人が出てから言おうぜ。とや。どちら様かわかりませんが、紅姫と呼べばよろしいでしょうか。当て字だな。このゲーム育成が大変なので数よりお気に入りのキャラが欲しい。余計なチュートリアルはさっさと消して、次引きたいのですが、面倒だな。できれば笑って終わりたい。次こそお願い。それを問題の先送りって言うんだぜ。うわぁ。これならどうです。やっぱりどちら様、わからないよな。起源って三国志のあの、それしかないだろ。一体何種類いるのさ。ボックス整理して最後の挑戦です。このゲームのガチャ当たり外れの区別つきにくいな。かわいこちゃんが当たり、まだ言うか。さあ来い。ふふ、どうやら今回は私の負けね。勝ちも負けも何もないと思うんだが。最後の最後、知らない子です。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。一人で終わらせるなよ。